全国麻雀ファンの皆様こんにちは。ただいまより第6期往来戦ベスト16 A 卓3回戦の模様をお届けしたいと思います。司会実況は私畑たつきです。どうぞよろしくお願いします。そして解説は M リーグでもおなじみ、そして第1期往来戦優勝伊達有沙プロにお越しいただきました。伊達プロ、どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。はい、それでは対局場の準備ができたようです。では第6期往来戦ベスト16 A 卓3回戦統廃の開始です。立会人藤原貴弘の合図で対局が開始されました。この第6期往来戦は半チャン4回戦を一発裏ドラのカンドラのない日本プロ麻雀連盟公式ルールで行われます。そしてトータル上位の2名が次のベスト8へと進出となります。それでは座順からちいちゃんに川上、なんちゃんに清末、シャーチャーライ、ペイちゃんに木村の順番となります。それでは3回戦改めまして、だってプロどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。いい手ですか。あー、ピーソーズが多くてこれは言ってほしくないですか。両腕切りたいですけど ね一応その9ピンといつあるけど本一渡りもあるんで、はい、こちらもソーズがちょっと多めでチュンが統一、うんうん、そして今回のドラが何となります。はい、という曲は何、うん、こちら何が統一、なんだこれは、何が統一です、何が何が統一ですね。あ、ただこれ、いや、とりあえずリャンマン切りたいけどな。うわー、トン切ってきました、うん、まあ、ドラ表示牌にね、はい、1枚見えてたんで、うん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 、まあ、リャンペイコーだもんね、別にね。そうですね、好き染まらなくてもね。これプレイヤーによってはこの自牌全部残してリャンピン、キューピン、キューピンもいますよね。全然いらっしゃいますね、はい、全然いらっしゃいます。うん、ただこれ怖いのがあれですね、はい、自敗をこうやって切ってって最後ソーズの本一なんかになった時、何か自敗重なった時、結構自敗のケア難しいですよね、各社ですね。あ、なんか、はい、そうそう、あの鎮一の時がこういう皮が多いんですよね、最初なんかまあソーズ多いけどまあって切ってたら、あ、これはね泣いてくれたからバレないですけど、はい、これもし面前だった時に、はい、あの染まってたらめちゃくちゃバレづらいみたいなのがやつですね、うん、自敗からと。あ、じゃあレイちゃんそれ見てたんだ、分かった。あ、なるほど。そう、どうせ鎮一に行くんだけど、はい、最初から皮派手にしちゃうと泣けなくなるから、はい、なんだと思いますみたいなあ、みんなに提示してくるようなやつ。そうそう、でまだ2枚3枚と泣かせてもらって、はい、最終的に鎮一っていう高打点を上がりますっていうことだ。ちょっと待ってください。そしたら川上だいぶ資料深くないですか。資料、あ、ちょっと本当にすいません、失礼いたしました。はい、これはもうテンパイが入っておりました。チーピンとチーワのテンパイをこれツモ上がりました。ツモ300、500の上がりはライ、大変失礼いたしました。はい、興奮しておりました、失礼いたしました。ライさんもね、あのレイちゃんの仕掛けやばそうなの見えてたなと思うんで、はい、ほっとしますよね、役なしでツモ出て。さあ、そして2曲となります。親は清末、レイちゃんもうちょっとやりたかったですよね。もうちょっとあれやりたいんですよね、うん、むしろその超チャンス手というか勝負手ですもんね、うんうん、さあ先ほどですね2回戦では1着となりました清末、ただまだ上下近いですね、うん、トータルポイント、うん、これでも川上がねこの3回戦でどう上がってくるかが一番、まあ浮きは少なくとも欲しいですよ ね、うん、沈みは結構大変になっちゃいます。はい、清末このハイパイ、さあソーズでメンツができて5、6も残っていた。ドラさん、うわ、ドラさん、今回のドラはいいピン、これは勝負手。ドラさん、あ、こっちはマンズの本一に行きたい、行きたいですね。お、悪くないのでは。はい、なんかここがちょっと鬼門な気がしてきましたね。ここで大きく上がるのが誰なのか。確かに確かに、うん、ピンズがまた入ってきたが、ちょっと形のね、形めちゃくちゃ悪いですもんね。本当はトン残してくっつきたいんだけど、はい、選びようがないからトンになっちゃうかしら。これどうですか、老僧なんてどうですか。ちゃんだってことね、将来の。そっちも見て、いや、あるけどな、トンがいいと思うけどな、9番の方に。あ、それもありますね、はい、形悪いところ。さあ、マンズが増えてきた。難しい手でした。難しいですね、決めつけても失敗しそうなね、感じがしちゃうので。そうなんですよね、はい、失敗。あ、肩布団重ねました、うん、これは嬉しい。まだトンは切られていない。ただ現状ダブトンのみですもんね、はい、泣いちゃうとね。ちょっと一気通貫、うん、に見えてきましたね、うん、ピンズの本一まではないけど一気通貫はありそう。いや、まだ、いや、本一もありますね、うん。あ、しごろが出ました。あ、
あ、この4切ってた。これはダブトンで十分という考え方ですか、どうでしょうか。あのどうせね、あの、うん、リャンマンイーマンが大して機能してないんで、はい、あの3万入ったところでね、はい、まあ、リャンマンイーマン切って4、5ローを残してもよかったかもしれないです。ただどうじゃなくてね、うん、はい、ちょっとね、しごろも遠いっちゃ遠いからですね、うん、さあ3、4連続ピンズだけを引いてるライ、じゃあ3万かと。なんかでも形すごいその汚いというかそうですね、なんかあら、なんかこれハイパイでもうぐちゃぐちゃってなってるなってちょっと思いますよね。そう、ま、ピンズ増えていればいいんだけど、はいるんですが重なっていく、うん、うん、清瀬から9万の統一落としが見えました。はい、リャンソイスを切るか、ペイは自分で切ってて握れでしたか。はい、うん、そしてね、この木村も満足多く、あ、このスワン切っていく、はい、チートイツのイーシャンテンの方を重きを置きました。うん、川上もいいチーピン引いてきましたか。これは差し子にしたかったんですよね、うん、だからニャンピンローピンって切りたいのかもしれないですね。なるほどなるほど、ただ形はもちろんウーマン切りが広い、一番いいですね、はい、ただ川上はね結構手を追ってくれそうな感じをするので、うん、まあウーマン切っておいてもね、そのドラの一品引いたりで、はい、一通で高くなるとかもあるんで、うん、まあウーマン切りが一般的でしょうかというイメージです。はい、そのウーマンを切っていきました。南ちゃんは一切れですね、ここで行きましたか。はい、残す価値はあると。あ、どっちから、あれ南ちゃんが選択されそうですか。悩んでますね、はい、3層1枚も見えてないか。一応一通で泣けた時にペン3層終わった方がいいって、いいと、そう、まだブロック足りてないよねっていうことかしらね、うん、ですかね、はい、さあ何は1枚切れでしか切っていきました。うん、このトンもですねまだ出てこない、はい、トンはライが1枚持っている。あ、これなら、これならまあトンですかっていうとこですかね。あとトイトイで泣いていくかとかもありますね。ありますね、これは何としても成就したい手。うん、もう逃せないからトンじゃないかな、うん、あ、これリャンズを切ったってこと は、はい、やっぱ本一とか薬牌重なりの方を強く見てらっしゃるか。なるほどなるほど、うん、難しい手ですね、形がいかんせん悪すぎて。これもちょっとなんかね、統一が増えてきました。うん、このリャンワンつもぎり、ね、痛いめちゃくちゃ痛くて悲しい。ただ三蔵の街がめちゃめちゃ良くなってきた。死ね、トン切ってたら多分清瀬さんポンしてたんで。ですね。お気になさらず。あ、はい。ここはお気になさらず。はい。うん、ようやく。前進。こうなると清瀬さんダブトンね、まあポン点取るのが、はい、ポル取る方が多いかなって思うんですけど、面前でダブトンで上がれた時高いので、めちゃめちゃ高いですね、うん、どうするかですよね。リーチツもダブトンは最高です。そうなんですよ、はい、そうなんですよ。むしろ自分でトン持ってきちゃえばもっと ね簡潔になるのですが、簡潔って言うんですよね、はい、うわ、ピンズ増えてきた。じゃあもうリャンゾーイーソーですかですかね。一応ピンズのブロック一応足りたもんね、はい、1,2,3,4,5 一応ね。チーピンがなんかあれですね、まだ山には3枚残ってるんですが、あ、それは嬉しい、はい、あとこれ泣きますか。さあこれはお声がかかりました。そしてスッチソーの町そうですね、多分ポンテン取る人の方が多いかな。あ、このスソ出ておかしくないですね。あ、ただイーソーが切れる、うん、あれチーソー、これは無理だ、うん、チートイツだもん、うん、さあこのチーソーが当たりとなりました。役は、ダブトンですね。川もいいですよね、いいですね、ローソー2巡目で、うん、でウーソーが7巡目と、うん、さあ2900の上がりとなりました。清瀬はなんかあれですね、着々と上がってきてますね。なんかその、はい、まあ、40期生で今期デビューじゃないですか、うん、はい、どこで公式ルール覚えてきたんですかねちょっとでもやはり推薦枠ですから。いや、そう、はい、でもさ、推薦されるにたるさ、あ、それまでのプロセスというか、うあ、どうでしょう、これ聞いてみたいですよね。そう、どこでさ公式ルールを覚えてきたのか、うん、そうですね、守備力も硬いですし、そう、手組みとかもすごいちゃんとしてる場面が多いですし、うん、そうですね、非決定、その状況判断とかも、はい、うん、そうですね、まあ、ピンズが多い形となっている。お、面白い。はい、トン局一本場ドラがパーソー。あー、ちょっとこれは川上厳しいか。まあ端っこ切ってるうちに何とかしましょう、うん、そして清瀬に初が統一になった、これはちょっと嬉しいですね。そうですね、まあ
なんかうまくいったら本一あるかなみたいな、はい、ただ形は雷さんが圧倒的に良い、面白い手でした、はい、というかもう良い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 です、はい、うん、しごろも見てね、これはそうですよね、しごろか本一になってほしい、ドラくっついたけど、ね、これちょっとこっちじゃないんですよね、そうなんですよ、はい、チーソーかパーソーなら喜ぶんですけど、あ、もう最高です、そうなんですよ、うん、いや想像が来てしまっている、まあ、れいちゃんお休みですね、今回で差し子の材料とかだけ残しといてみたいな、はい、まだトーン2曲ですもんね、はい、はい、うん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 、一歩前進、あとパーソー弾きましょうか、はい、うわ最高です、はい、チーソーでもいいです、パーソーとチーソーどっちがいいですか、そらパーソーじゃないですか、はい、はい、最高です、そらパーソーじゃないですか、あの相手にもいかないっていうのがいいですよ、ね、はい、ああそうですね、相手の分も減るっていうのが、うん、このルールでドラドラをね自分で見えたら、そう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 、はい、結構優位に進められそうです、ん今の切りは本一系をすごい見たんですかね、ごめんなさい、終えてなかった、清末さんですね、はい、あ、スーソーローソーの、はい、あ、じゃあ本一ですね、確かに、うん、いやー川上ちょっと1球自敗多く引いているね、わかるわかる、チーマンとか切っといてみたいな、うん、あ、いいじゃん、いや、ピンズ攻めてきましたね、これはただ清末の場合、これ本一まで行きますか、行きたいですよね、はい、もちろん行きたい、うんうんうん、初ポン、これウーマンローマン、初がね出た時にね、はい、ウーマンローマン切るかどうかで、どうかですね、一応その初を一番右に持ってきたということは泣く意思はあると、うん、うん、ここいいシャンテンまだ来ない、面前で3ピンやチーピンが入った時に、はい、一気通過のいいシャンテンにもなるんですよね、なりますね、はい、その時にウーマンローマンどうするかとかも見たいですね、結構攻撃型というか手役派型はやっぱりウーマンローマン切りたいですよね、うん、でも一通も手役なんですよ、あー失礼しました、そうですよね、そうそう、一気通過の目一杯は、はい、その埋まった方の3ピンが埋まったなら1ピンみたいな、うんうんうん、そうそう、だからね、なんか3ピンとか埋まってほしい、確かに、あ、これは9層だ、さあこれでタイヤオがつく形となりました、うん、先ほどチューンを統一にしましたね、これピンズで本一系になってきた、あれ本当だ、レイちゃんめちゃくちゃ育ってるし親と色が被っていますね、そうなんですよ、ドラか、はい、ドラ切っちゃいたいですけどね、この手だとちょっとドラ使いづらい、あっとっと、これはじゃあ本仕上げるときは本一で、うん、ドラにくっついてくれたら使って選んでもない、チブだぞと、はい、ですかね、まあ、ピンズ被っちゃった、痛い、これは痛い、いや痛いのか、いやでもどうでしょう、パーソー切らない、あ、これはドラが出てしまう形、ただでもこれ高めで積もれば23,900ですもんね、うん、ウーピンならばイペコ、うん、リーチしたいな、ただピンズ高いなですね、うん、あ、見ましたよ、メモ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 3回、まあその、はい、まあドラ切ってリーチして積もって、うん、ウッピ高め積もれば23,900って言ったんですけど、はい、まあやっぱりね、頭、でもこれでも積もればチーソー、まあ今のは、はい、あのドラのパースを切って、まあ、リーチか闇点は置いとくけど、はい、特に場に何か起きてるわけじゃなかったのでパースを切った方が良かったのかなとは、はい、あ、これださあ、これ先ほどおっしゃった通りのこれパーソー、うん、さあこれパーソー短期だったら上がってたね、はい、上がってましたね、パーソー短期は上がってたね、あ、ただそれ少し思ってますね、これは、うん、どうせね、ドラヒオの感知層もいい街じゃないんでね、そうですね、はい、ローソー切っといてパーソー短期にしといて、あ、この地層、この地層、うん、これは当たりとなってしまう、スーソー通ったところでしたね、はい、単用イーペイコードラ5200は5500の上がりとなりました、ただちょっとごちゃつきましたね、ごちゃつきましたね、はい、うん、これでもまたね、カーカンでね、そうね、この振り込みきついですね、痛いですね、はい、さあ、ライの上がりとなりまして、親番がライ、この3局となります、668の形でね、先ほど取った、うん、ウーピンだったら積もっていて23,900になりましたが、でも上がりは上がりと、はい、そしてドラがイーソーとなります、こちら親にイーソーが1枚、うん、これは何を見ていくのか、まあ、とりあえず自敗かイーピンですね、うん、はい、うん、こちらいいですね、はい、
さあ想像を引いてきて一目の想像がもう一回使える形。姉ちゃん、はい、くじけるな。ね。くじけるな。ね、本当そうです。ね、そうくじけるな。届けこの声。うん、くじけるな。あーでも口角は上がってます。そう。はい。ちょっと今のチーズをね、なんかこの本人的には当たらないだろうと思って切ってそうな感じはしたんですけどね。数層がね、通った瞬間だったっていうのがね。はい、うん、そうですね。そう。ただやっぱこの公式ルールの罠、はい、罠がね。罠がね。ドラ表闇点とかすっごいあるんですよね。あります。めちゃめちゃありますね。罠が。ただ自分も一応ピンズの本質になり得たので、はい、ちょっとまあ、チェって感じですね。チェって感じですね。でまだまだ心はね、折れずに。はい。気にせず頑張っていただきたいです、うん、ただちょっとねもう現実的な問題として3回戦トン3局まで来てしまったので、はい、うん、まあ、絶対このハンちゃん浮くことはまず意識して絶対条件と、はい、うん、組んでいきたいですね、はい、まあ、でもあれか今終わったとしても40ポイント差か無理じゃないな、うん、無理じゃないですね、まあ、でも嫌ですね、嫌ですね、うん、この心の持ちようというかがね、はい、これはイーマンリャンマンになりますかね、はい、うん、イソワドラ、うん、先ほど3ピンを統一にした、うん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 、タンヤオでうまくいくと3色までありますか、うん、あるといいですね、はい、さあ一歩前進、カンちゃんとシャンポンが残っていました、これをどう処理していくか、使えるか、いやどうでもないわおっと、あ、これはトン切って、はい、これくっつきのイシャンテンにもなっていると、はい、うん、ドラ切ってもいいですね、はい、ただライはね結構ドラを切らないイメージがやっぱり残っていますね、さっきもね、ねえ、さっきも668からドラは切らなかった、今回もおそらくこれは切らないでしょう、本当？本当？切らないでしょう、あ、切らない、傲慢か、まあ、でも切っても良さそうではありましたよね、そうですね、はい、うん、うん、木村これでイーシャンテンチートイツ、なんかね分かりました、はい、ドラ重ねて、はい、ゴロチにしたいんだ、なるほど、そう、そこまで、そう、完全に分かった、はい、完全に分かったこれこれこれ、あ、これですね、チーマン切るじゃん、はい、でチーマン切るじゃん、で、なるほど、馬引くかイースを引く、はい、テンパいきました、テンパいきました、あ、リーチ、リーチだ、うん、あ、さあ、ただこれがね、この数層がね、天杯の清正の上がりとなりました、はい、さあ、これ1300点、単位を1300点の上がり、清正がやっぱサイレントでいるな、うん、まあでも今の単位を悩み点とかもまあ冷静ですよね、冷静ですね、すいません、ひどいでなくて、はい、ただあのライちゃんの、ライさんの手の仕上がりを見たかった、はい、見たかったですね、ゴロチにするにはマンズは2ブロックいらないのよっていうことですね、はい、ただこれウーマンが今声が聞こえてたような感じがしましたねこちらを見ていました、はい、さあそして、こちらトン4曲木村の親ドラがウーソー、はい、うん、あれウーマンが入ったら例えばどうするんですかね、イーソーの短期を取るんでしょうか、イーソー短期にして闇点なんですかね、あ、ですかね、ドラを切らないということは、うん、うん、ウッパーピンもね高めのウーピン2枚使っててって形ですね、はい、そうですね、うん、うん、さあドラウソここ1枚スーマがあんこになりました、うん、トンがドイツあるな、ローマンチーマン切りある、あります、全然ある、これいや僕こういう手好きですよ、マンズが多い、あ、チュン切った、穏やかにね、はい、ドラそばでしたね3層が、うん、はい、うん、あるな、さあこのですねトンですね、川上と清末のトンがもちもちと、なるほど、うん、ただ清末の手の方がトンを泣かなくても大丈夫そうな手ではありました、うんうん、見守っていきましょう、はい、うん、一歩前進親の木村、あ、ちゃんたですね、これもトン泣かなくてもいいような感じになってきましたか、そうですよね、はい、なんか純ちゃんに行ければ、うんうんうん、リャンピン一品引いて、はい、自然にトンも払いますしですね、これこの上ないですね、そっちの方がこれこの上ない、はい、この上ない嬉しい、いや、ありがたい、うん、あ、ドラ入ってきましたよ、いらね、うん、これいらねっすね、ドラ嘘だけどいらね、はい、うん、あ、789は見ない、見ないと、うん、まあ、ドラが嘘、あ、これこれどうする、いや僕はローソ行きたいですけど、ゴロチを見てるんですかね、しドラがシンプルに嘘ですね、ですね、うん、あ、でもチーズ行ってほしかった、え、一メンズできてるのに嘘です、はい、え、今のは見ない
ないですかね、はい、どう、え、見ます？僕ね、うん、すごい陳逸本逸が好きで、あ、大好きなんだ。そうなんですよ。あ、なるほどなるほど。この枚数だったらもう一目ぶっ壊していくっていうのも考えちゃいます。まあ、でもなしじゃないんですよね、はい、本当に公式ルールだとそれ、はい、本当に全然なしじゃないんです。そうです、自分で異名を持ってました。もう勝手に、あの、笑う陳逸マンっていう、はい、異名が自分で勝手に、はい、へー、うん、多分これ、あの、怒られそうですねそれはないんじゃないかって言われちゃうかもしれませんが、さあ、そう思ってきて考えています。このトンは実は泣けるかわからない、もちもちとなっている、はい、なんかね、ドラが嘘ですもんね。そうなんです、うん、あのチーマン切っちゃうとトンのポンテンが取れなくなるので、イーソーつもぎりたいんじゃないかな。うん、これイーソーつもぎっていきました。うん、これで広く、はい、広くなりました、はい、親番でドライチなので十分ですね。うん、ただやっぱりこの3回戦まで見て、はい、うん、これはもう先ほども結構おっしゃってくれましたが、うん、打てますね、全員ね。そう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 、はい、うん、みんな20代なんでしょらしいですよ、うん、すごいですね、はい、うん、これはすごいね、この連盟の将来はね、うん、あ、そう、明るい、明るいです、これは。そう、やっぱあの時代もあるって今、あ、テンパイ、あ、テンパイだ、はい、ペンチマンって言いますよね、はい、その勉強しやすいというか、いっぱい映像対局とかもタダで見れたり、そうですね、 YouTube とかで強い人が検討配信とかしてくれてたり、はい、あれ勉強になりますもんね、はい、さあ、こちらは、ペンチンワのテンパイ一番乗り。うーん、ただこの金ブラの手高そうになるかね、早くテンパイしたいですね、はい、まあ、川上がね、ちょっとちゃんととは違う牌がいっぱい来る。あ、ドラ、あ、はい、これ木村さんじゃない、清瀬さんパーマン切ると思った、はい、うん、これパーマン、うん、そう、トンのポンテンは逃さずにドラマックスみたいな打点に寄せた手組ですよね。うん、ただこのね、選択が大正解と、 チーワンは当たりになっていた、はい、そうですか、はい、そうですか、はい、ペンチーマンですもんね。そうなんです、ほんまや、あ、これドラ入って、これどうします。もうね、レイちゃんはね、うん、数万切って、あ、それもしなかった、はい、もう、うん、チャンタは諦めてドラにくっつ、きたきた、リーチだ。さあ、リーチ来ますか、行くでしょう、うん、リーチ来ました。トンとチーワンの町、トンはありません。このチーワンはいかがでしょうか。1枚持たれ、あら、こういうの、ここです、こういうの、はい、つもいいペーコーとなりました。あ、これはライの上がりだ、500銭の上がりとなりました。なんか清末さん、さっきからオナテンをライちゃんに、はい、ね、ね、いやね、いやですねただ清末ね、あまり表情ね、こう、先ほどはちょっと悔しそうな顔しましたが、うん、今回はね、あ、悔しいです、ちょっと笑ってちょっと笑ってますまたかいみたいなそんなにってそんなにって、はいはいはい、なんかさ、上茶下茶の関係もありますね、一緒ですもんね、結構さっきからこの感じですもんね。なんやねみたいな、いや、表情が豊かだなんかでも、なんかそういう、はい、ちょっと自分に嫌なことが繰り返された時に、はい、ちょっと笑っちゃうの、ちょっと分かります、分かります、分かります、またかいみたいなそしてまたあなたねっていうのありますね。そう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 、でもいいんじゃないですか、メンタル状況とかは、はい、ですね、うん、うん、笑顔が出るということはいいことですからね、うんうん、さあ、そしてですね、内局川上の親番ドラが老僧、うん、老僧ここ使える形となった、ナンバね、はい、さあ、レイちゃんが超勝負どころかも。うん、これね、1、2、3が成就すれば、うん、うん、ただいいとこ入ってきました。ライさん、ドラドラの役役ですもんね。そうですね、この難はね、泣いていくでしょう、うん、絶対に泣きたいってない。うん、これは一番ライがね、勝負手であるところか。1、2、3だ。あ、ただ清末さんが結構まとまりそうですね、はい、うん、お、これはどうでしょう、急走切るんじゃないですか、形は、うん、これは急走選択、うん、これは何はどうでしょう、何は木村が1枚持っている、もう1枚は山ですね、山にいますね、うん、これ何、あるもんね、はい、何老僧自分で持ってきたら恐ろしいですよ、これは好きね私も好きよ、スワンコねえ、これは見てみたい。あ、ハクの方が重ねた価値ありますもんね、チーマン握れのパーマンより、はい、うん、いいと思います。チーマンは清瀬が2枚連続で切っている、
1,2,3 にしたかったけど、こうなったらもう形ですね。はい、あ、まとまってきました。刺し子も見えるか。パーピンから切ると四五郎との天秤が効きそうですね、はい、うん、おっと、これはどうだ。一応残しましょう。一旦採用ですか。はい、白切るかリャンマン切るかだと思いますが、はい、リャンマンを切っていきました。シーソー入ってもとっても嬉しい。とっても嬉しいです。お、一歩前進。オッケーオッケー、ここ大事だぞ。大事だぞ。あら、あ、これは刺し子だ。はい、じゃあローピン切りますか。一応シゴロの手代わりも見ますか。ドラがローソーなんでね、うん、本当に高いのはシゴロなんでね。はい、うん、まだローピンを残す手もあったと。いやでも残さなくないっていう、うん、そう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 、そう今一応言ったんだけど、はい、はい、なるほど。そう、一応言ったけど、まあでも残さなくないみたいな。僕もちょっと拾っていこうかなと思うけど残さないですよね。残さないです、ね、この手です、はい、そうそう、うん、ローソー入ったらね、三蔵と変えてもいいですし、 それはそれでピンフドラ1で OK と。はい、残さないですよね、はい、私がね言ったくせになんかトラップかと思いました。あ、これですね。そうそう、これ、まあ、でもそれでもいいんで、三蔵と、あー、なるほど、一旦ね、そう、サブロスをもう一回引いたら、はい、あれペーペーみたいなやつですね、うん、ローソー引いてきたら最高ですしね、はいはい、まあ進んでこない。これこれポンテンもどうでしょうか。ポンテン失礼しました。ポンも川上は取っていきそうですか、うん、いきそうですね。タンヤオでこの順目でリャンシャンテンなんで、はい、でリャンウパピ二度受けなんで、はい、川上さんは仕掛けていくかなと思います。なるほどなるほど。じゃあこれも一旦残す手もありますね、この数ピン、うん、イーソー切るかどうかですね。シャー切るかと、はい、うん、ただね、この、お、これ最初でまとまりましたよ。ただローソー切っても OK ですか。いや、ローソーは切らないですね、うんうん、OK です。さあ、不確定の 3,4,5 ではなくローソーのドラを残しました、はい、さあ、このね、三蔵をもちろんポンしていきます。これでいいシャンテン、はい、うん、待ちはサブローマン、うん、これもポンしていった、うん、これで天杯三腕はここに統一。ウッパーピン対サブローマン、はい、ウッパーピンはね、なんとね、ここ結構薄いんですよ、はい、なんとで1枚切れてるので、ウッパーピンは2枚しかありませんね。1枚1枚サブローマン三腕2枚使われていますが、結構いますね、サブローマン、はい、5枚ぐらいあります、5枚ぐらいいますね。あー、ローマン積もられた、うん、うん、さあ、リーチピンクツモドラ1300-2600の上がりとなりました。オッケーオッケー。ただレイちゃんが厳しい、これでね、うん、川上がとっても厳しい状況になりました。うんうんうん、うん、清瀬はね、これも選択も全部大正解だったと。うんですね、はい、なんか結果的になんか死頃になってたかもしれないけど、ですけどね、はい、いや、ローピンが残しづらいんじゃないですか。わかります、あのローピン残しづらいですね。ちょっと種類も考えたいですしね、うん、はい、だって高め高め高めみたいなね、うん、うまくいってうまくいってうまくいって、ね、ドラ引いて、はい、あれ入ってあれ入ってみたいなね、なんかこんなにはね、こんないいことがね、何回も起きるっていうのがね、あじゃあね、あんまありえないですからね、うん、あの条件戦だと残しますけどね、はい、羽マンツモ条件とかだと絶対残しますけど、うん、はい、そして清末の手こちら見てください。いいんじゃない、まとまってますね。 E1 ヤンワンをどうするか、これですね、ドラが数層か、はい、今回のドラ数層となります。清末さん、ここでもう一パンチ入れると結構通過硬そうですね、うん、ここの親番で特に、うんうん、あ、やる、やっちゃいます普通にまずいいシャンテンですね、対応のやつに、はい、早い、これは一番乗り、二巡目でもういいシャンテンがいる、うん、それは親だ、それは親だ、うん、早すぎる、そうか、さあこちらは3、うん、ま、手代わり差し事一通とって感じでしたね、はい、わー、天杯ではあります。換算像3巡目で天杯、いいですね、はい、ただまだね、はい、数層重ねることもできますし、ただ一応、はい、まあ、リーチもありました、その親番で単位をドライチって、はい、まあ、積もればそれで3900オールっていうです、ね、はい、超勝負手なんで、はい、闇点も普通だしリーチも普通にあるかなっていうイメージです。うん、こっからね、いい手代わりって、嘘を引いてくることが一番最高ですかね。最高、最高、はい、それは最高、それは最高。あと数層引いてのつもりは、まあ、それも最高ですかね、はい、あと、まあ、ローソー引いて、はい、短期に取ってから数万引いてスチマサブロキュー、最高最高ですねそうそう、いろいろ変化あります、ね、はい、うわ、これは勘するのか、この勘した、難しいな、なんか今、うん、パーマン勘しちゃうと私が今言ったような、はい、その
ロースを引いた後の、ね、そうそう変化とかがちょっと薄くなるんです、はい、なんか普通にすごい難しいなって思いました。うん、ただあれでリャンズを切っていくウースを切っていくもちょっと難しいは難しいですかね。テンパイしている状態でテンパイ外すはちょっと ねちょっと難しいですよ ね自然に来てくれればいいんですけど、はい、さあこの缶がね功を奏すかどうか。ただ木村もいい手になってきてるんですよ。なるほど、木村さんこの木村です。こちらです。ドラドラ白ポンテンのドラドラを取るのか、はい、本一まで行っちゃうのかっていうあれですね、うん、そうですね。ここ今木村はですね現在難2局で 23,200 点。お3個2アンコできた。うん、チューンがまだ誰も持ってないですよ。おチャンスだ。はい、あ、行こう行こう行こう行きましょう行こう、うん、お願い、お願い、あ、ありがとう、ありがとうございます、ありがとうございます、お願い、はい、さあマックスまで行きましたね。あ、来た、リーチじゃない。うわ、これリーチだ、ね、うん、サブロッソのリーチ。そうだ、これこの変化もあった、あった、そうそうそう、はい、これ一番夢のようにいい変化ですね。ね、これが一番だったかもしれない。まあ、うん、3アンコもありましたがね。うん、いや、オッケーオッケー。ってないね、ってない、まだ天敗ではありません。でも全部張るんじゃない、そうずなら。いや、そんなことないか。イーソー引いたらどうでしょうか。張る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 、はい、全部張りそう。あー怖い怖い。うーん、とりあえずとりあえず全通。 GP1 失礼しました。 GP1 現物。白のポンどうする、白のポンどうする。白のポンします。そうだよね、はい、します。させていただきます。するよね、そりゃそう。ただこれね、リーチに白が出てくるかどうか。まあ、自敗なんでね、もしかしたらその手が詰まった人とかからは出てもおかしくない、はい、あ、一旦ね、一旦ちょっと並べ替えて、いろいろ取れそうですね。缶ウソも取れ、これは缶ウソに取りましたね。なんかね、はい、どうしたらよかったんだろうね。うーん、一番広いのはでも急走ゲもおかしくないか、全然、はい、ウソゲムセさん、現物のウソを取ったんですよ。あ、そうか、現張りにしたんだ、はい、サクシーサクシー、これはもう孔明、これまたこれはこれウッパソーに変えれますね。変えれますね、ウッパソーにしようか。ただ、うん、一気通貫はなくなります、急走を切ったら。あ、安全な方ね、安全な方ね、より、ね、これウッパソーですね。メンホンドラドラね、はい、うわ、怖い怖い怖い。ただこのね、ライの現物、ああ、びっくりしました。やっぱ想像もちょっと危ないって見てるんですね。で、気づいてそうですよね。はい、悩んでの急走でした。あ、想像が、その辺触らないでほしい。いや、それね、怖い。いや、やばい。さあ、サブロッソもですね、だいぶ減った。あ、白、当たらない、当たらない、当たらないやつ、当たらないやつですね、取らなかった。あれ、ソースが使えてる。ほんとだ、いいシャンテンになってる。いいシャンテンまで来ましたよ。どうして、はい、どうしてだろう。でも、初切れないと思うんですよね。うん、そうですね、この初はサブロッソ対ウッパーソー。うん、あ、テンパイだ。これはいいんじゃないですか。でももしも切らないのであれば、ローワンですか。ライさん、一応通過ポジ、今。そっか、一応通過ポジ、これで初で振ってね、うん、いや、はい、打たないかもしんない。親にリーチ初でも缶が入ってるので高い。いや、一応私通過ポジだし、うん、何2局だし、そう、いいわよ。あ、いいですか。いい状況判断、いい状況判断です、ライさん。うん、初はここに、わっと、この初重ねてどうだ。ただまだこれでいいシャンテン、2ピン9ピン切れるか、うん、9ピンは筋。どうなる、サブロッソ対ウッパーソー。ウッパーソー、うん、え、あ、嘘だ、嘘が出た。抜く、ちょっとこれはちょっと抜けちゃったかな、ね、本日ドラドラ8000点の上がり。ただまあ、この8000点打ってもまだまあ300打てる状態ですが、ちょっと現物でしたか。いや、そう、現物だけど、うん、その下茶の推しにも、はい、ハツが切れないのかなって思ってたから。なるほどなるほど、ちょっともうちょっと考えてもよかったかな。うん、自敗のあんことかもちょっと選べ、ね、チューンのね、あの、全て落とすのもいけたのかもしれません、うんうん、ちょっともったいないね、はい、のは、うん、メンジェン本一ドラドラ8000点ですね。8000点でした、はい。
ちょっともったいなかったね。そして親番がかかります。親は、あ、はい、ドラをめくって、はい、ドラが3ピン、親はライ何3曲となります。さあ考えていますか。これは何を切っていくのか。これはちょっとどっちに寄せるかによって難しいですか。7、8、9も見る、ね、ドラが3ピンだから、はい、一応ピン染めるならピンズ寄りだけど、でも全部どっちも枚数ありすぎるからね。ですね、これは、うん、リーチ寄りですね。さあ木村一目ずつ7、8、9見える。うん、ちょっとマンズが多い形となった清末、うん、これは9ピン選択、はい、はい、うん、パッとしない手ですね。ですね、これライちょっと厳しそうですか。あ、木村さん789のいいシャンテンですよ。はい、もういいシャンテンとなりました。欲しいのはチーソー、はい、うん、チーソーここ2枚。うん、清末さんはそうですね、形まず良くしていって、はい、うん、ちょっと難しいですね。難しい、形が難しいです。難しいです。親でこれ来たらちょっと嫌です。木村さんはもしかしたらチーテンとか取るかもしれないですね。はい、うん、さあそして清水はどんどんマンズが増えてきた。うんうん、マンズの本一上がれたら嬉しいですよ。ですね、うん、ここでのポイント通過に向けて大きく、うん、これはね、ドラが3ピンなんでチーピン切りたいですね、はい、数ピンではなく。さあ川上のこの手もちょっとまだゴツゴツしている。ウーピンはくっつきに優秀だし、ドラが3ピンと、はい、うん、ここですね、やっぱ一番はね、うん、9万どうです。9万はなんと何度です。先ほど2枚重ねられましたが、まだ2枚。チーソーは、チーソーも2枚ですね。あ、じゃあ全然まだありますね、はい、うん、両方2枚ずつ残っている。これでウーピン切っていった本一系も少し、あ、チーソー1個減りました。まだ出ないかな、うん、E ピンとかになるかな、9ピンになった、はい、うん、チーソー出たら、でも1枚目か、泣きにくいな。泣きにくいですね、しかも肩上がりでね、自分で持ってこ、あ、いいシャンテン、チートイツ、はい、いいシャンテンとなりました。ただチーソー切るももちろんありますよね。うん、本一大好きはチーソーですね、うん、あ、これチーソー出るかも。このチーソーな、あ、まだか、はい、失礼しました、いいピンを切っていきました。うん、引いてこれないぞ。まあ2周、3周ですからね、受け入れ薄いです。薄いですか、はい、うん、こちらはチートイツ、イーシャンテン、キヨッセ。お、あ、いよいよチーソーか、それともそれともですね、マンズとかもあるのか。マンズに手をかけるもある、チーワンもありますね。さ、一応3色はまだ見てるのか。ただ一応ね、カンローソーとカンサンピのイーシャンテンなんですよね、はい、一応。あ、ただ形いい感じにした、うん、あ、これ泣いてきましたよ、1枚目から泣いた、うんうんうん、じゃあペン9万、はい、さあ9万残り2枚。あ、テンパイだ、テンパイだ、南端期、うん、南端期取りました。南は、6巡目に川上が1枚切っている、残り2枚残ってます。あ、あ、この南ですね、うんうん、さあ南度上がりとなりました。チートイ1600点の上がり、効果的ですね。ですね、うん、清末これでだいぶ、だいぶ有利だけど油断するな。はい、そうですね、8000点打っていいポジションまで来ましたか。あ、なるほど、でも打ちたかないですね。打ちたかないですよ、もうそれはもちろんです、はい、うん、さあそして、3回戦オーラストになります。親は木村、木村さんが今宝珠だったので、はい、ライさんは木村さんちょっと沈めたいですか、何か積もって。うん、ライは確か3万300点ぐらいか600点ぐらいだったと、うんうんうん、さあ表示が出ます、お待ちください。そしてドラが初、ドラが初ですね、1枚ここにある、使いにくいやつですね。うん、下の3色123が見える、見えるわ、うん、もろ見えだでも3つかみたいな、いそうですね、333引かなきゃいけない。あ、もうライさんあれだな、自分が受けば OK か、できればね、そうですね、何かあの400、700以上積もって、うんうんうん、木村さん沈めれるとよりちょっと嬉しいかな、はい、うん、ただまあビサですね。そしてここ川上はね、何としてでも素点を回復しておきたいですね。レイちゃん今一人沈みになっちゃってるので、はい、500戦以上積もりましょうか。あ、400、700か、400、700以上積もって、はい、木村はもう落としてと、木村もそう落として、あ、とりあえず一人沈みを回避して、回避したいですね、うん、300、500だとね、あの、はい、まだライさんが浮いちゃってるから400、700以上で、
もちろんね、羽まんとか見えるならね、見たいですけど、ね、無理ならあの、うん、ピンフツモで OK です。そうですね、川上の手、先ほど見たけど初を重ねない限りはちょっと辛そうでしたかね、うんうん、あ、1個来た、1個来た。あ、こちらも、うん、あ、チートエドラドラ積もれば羽まんですよ、はい、白ドラドラでもいいですか。いいよはい、すいません、ありがとうございますしぶしぶね、いいお許可いただきました。そう、はい、マスの際はあれですね、はい、清末さん以外から上がりたいです、ね、うん、この白どうでしょうか。どうでしょうか。泣かないですね、うん、これは泣かない。こうなったら、うん、チートイドラドラだね。2枚目ですもんね、白。はい、白2枚目です、うん、表示牌に1枚あります。清末さんは関数ピンのチーですね。はい、はい、清末に関してはもう何点でも、うん、もう終わらせましょうっていう感じですね、はい、うん、ここはどうしましょうか。ピンズを払っていくのか、下の3色は見たいところではあるけども、うん、点数的にね、1000点でもそうなんで、はい、単用にするかもしれないですね、クイタンにしていって、うん、はい、うん、うん、さあこちら、うん、マンズが伸びた。あ、ドラの初切っちゃうか、どうする。切るなら早め。そう、先切りのギリギリの順目って感じですよ。はい、そうですね、123、うん、これは狙い通り123になっていくか。はい、チートイツに進んできました、一歩前進。いや、清瀬さんも嫌なもん持ってきちゃいましたね。そうですね、爆弾を持ってきちゃったと、うん、爆弾をね、はい、このね、この局面は 大事故が起きる可能性がありますからね、はい、うん、慎重に選びたい。さあ、ここでまだ話さないと、うん、天敗までって感じですね。ですね、これでヤンゾウ一応残すか。そうですね、天敗には早くなる。そう、一応ね、3色にならなくても。おお、自分で3-3と引いてきて、想像もいい形で残っている。あ、この3万ね、はい、だ、レイちゃんは重なりやすさで選びたいですね。これは、うん、初がね、3社に行ってしまってますからね、現在。あ、どうする、これはもう、あ、初はもう切らない、うん、あ、チーしてタンヤオか、はい、しない。わあ、どうせタンヤオにするならリャンマン切りたいけれども、うん、1、2、3の可能性もないわけじゃないですもんね、はい、さあ木村ですね、大物手になりそうないいシャンテンとはなっている。3枚あと2枚あります、ね、まだあります、うん、初も1枚、うん、うん、これはウーマン、リャンマンどっちかになりますか。ウーマン、うん、一応1、2、3もあるけど、はい、って感じですね。あ、まあ、うん、いや、まあ無理無理、無理無理、無理ですね、この手からは変えれません。そう、無理無理、はい、うん、より単葉に近づい、まあこのローソはいらない、うん、スーピンとかをチーするかどうかですね。はい、一瞬木村ローソ悩みましたね、うん、あ、なるほど。なんかでもどうせならドラ短期にしたいですか。ですかね、うん、ドラ短期であれば親番ですし、一着までも、おっと、これはもうドラいらないでしょう。これはリーチするかどうか。しない。じゃあ次ね、つもぎりリーチするかも。ローマン切ってるし、はい、うん、町はペンサンワン、あ、テンパった、テンパりました。都合よく合わせたように見せかけて、ね、なんかうまくなんかなってますね、はい、合わせたように見せかけて感知層テンパイ。さあ、このチーソーがでも薄いですよ。リーチはしない、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 しない。あ、そっか、あれだ、リーチ棒出して上がられると沈んじゃうんだ、はい、なるほど、そこのね、やり取りもあると。ああ、これ出さなかったおかげでですね、耐えた耐えた。300、500だもんね。300、500はライも木村も3万点浮きと。じゃあレイちゃんが一人沈んだ、一人沈みになってしまったということで、これはリーチしなくて正解だったということですね。大正解、大正解。さあ、清瀬の上がりで300、500の上がりで、3回戦終了しました。1位から清瀬、2着は木村、3着ライ、4着川上の順番となりました。はい、そして3回戦終了いたしましたので、続いて、最終局4回戦です。